こう結果の際には必ず本町に対して蹴りを入れたりとか、そのボールのように蹴りを続けたこの男、そんなこの男は慶応義塾大学にも実験をして、そして今日の慶応義塾大学を蹴って早稲田大学に入学を果たしたんです。Okay.